ま、こんばんは。ファーストミニアルバム紙フレよろしくお願いします。そう、なんかその紙フレのさアルバムのお渡し会みたいなので、トーク会はもう終わっちゃったんですけど、会える機会はまだ3日と6日と何日か、7月なんですけど、あるので、今回行ってめちゃくちゃ楽しかったので、またお邪魔しますね。ありがとうございます。待ってます。紙振りのやつってお渡し会東京やけ、名古屋もある、栄と東京渋谷であります。メセカまだゼロ枚、今日めちゃめちゃやったんです。まあ昨日もやってたんですけど、そしたら今なんと180枚です結構ガチってて言う、本気でやってるので。でも結構なんかそんな、多分、何これ、チョココロネグマ、ありがとうロフちゃん、ありがとうございます。カメフレ好き、ありがとう。 CD 予約しました、嬉しい。ハンバーガーまでもありがとうございます。そう、180枚書いてたんです。でもまだこれで半分予約すいたぐらいかなって思ってるぐらいですけど。待ってよ、パンの詰め合わせ、何、なんかパンフェアみたいな、パンすごいんだけど、あ、全部タワーなのこれ、ありがとう。衝撃的事実、メロンパンもいっぱい、ミラーボールかわいい、メッセージカード付き嬉しい。そう、あのメッセージカード今ここにあるんで見せれないんですけど、ちょっとどんぐらいの大きさかな、こんぐらい、割とちょっとでかいかもしれない。今何パンが好き、何パンが好きだろう。普通にシンプルにメロンパンか、あと学校で出て一番好きだったのは米粉パン、一番美味しかった、書いてあって。あ、宮森さんチラ見せしてくれた、本当に、どれ見せれるかな、チラ見せってどんぐらい、いきますよこんぐらい書いてます、めっちゃ早かったから見えるかわかんないけど、割と書いてます。あ、みほちゃんタワーありがとう。今日も楽しかったね、みんなトーク会。トーク会はね、ゆう一番好きな時間帯があって、そのゆういつも一部で朝なんですけど、あの締め切り、なんだっけ、締め切りっていうの、あれ時間でちょっと閉じるじゃないですか。でその後に券をまだ使い切れてないファンの方がくるくる回ってる時間めっちゃ好きで、なんか本当に面白いっていうか楽しくて、もちろん普通のトーク会もめちゃめちゃ楽しいんですけど、そこからのトーク会も好きなんですよね。ピーってなってからのトーク会面白すぎて、なんかでも今日どんぐらいやったのかな、今日で50枚ぐらいしかまだ書けてないんですけど、家に帰ってきてから、だから昨日130ぐらいやったのかな、100枚、でも今日結構書いたんですよね、帰ってきて。なのであれなんですけど、でも全体的に字がうまいから楽しみ。あ、そう、なんかそれでね、ちょっとね報告したいこともあったんですけど、いう、まあ、ちょいちょい今普通にペンで書いてたりするんですけど、なんか本当に何本ぐらいだ、10本じゃない、10枚じゃない、もっと30枚に1枚ぐらい筆ペン、いやもっとかな、でも頻度的にはめちゃめちゃ少ないんですけど、なんか習字でなんかね
そのハガキみたいにして書いてるのが数枚あるんですよ。まあ、当たりみたいな、当たり外れないけど、なんかちょっとあっ、ね、変えてる、変えてるっていうか使ってるやつもあって、なんか普通にこういうペンで書いてあるやつは多分文も周りの絵とかも色とかも全部違うの今まで書いてるから、同じカードは多分合ってないと思うんですけどね。どうなんだろう。そう、レアではないけど、そう、そういうパターンのやつも入れてるよみたいな報告です。そうそうそう。で今はちょっと休憩、今日本当に家帰ってきてから一生書いてたんですよ。でも言う1時間で本当に数枚しか書けなくて、だからちょっと遅いっちゃ遅いんですけど、でも結構進んだはず。そういう感じのも入ってます。多分カード的にはもらえるメンバーバラバラだと思うんですよ。どこ、そのカードがさ CD の中に入って、アルバムの中に入ってるのか、外でこうやってセットでついてきて渡すのかとか、まだその辺も意味わかんないから何とも言えないんですけど、多分カードは誰々が欲しいっていう感じじゃなくて、誰々のがもらったみたいな感じかなって思います。だからどのメンバーが来ても本当に1枚ずつ手書きで書いてるから、こうやってめっちゃさ消しゴムとかで、まあ、消すことはないにしろ、消したら本当にちょっとさ、ユウはペンで書いてるからあれだけどさ、ちゃんとインクが伸びたりするぐらい本当に1枚ずつ書いてるから、その辺はちゃんとあれですよ皆さん。そう、今日言われたの、あれって直接書いてるのって言われて、1枚ずつ書いてるのって言われて、そう1枚ずつ書いてるよって言いました。だからあのもしあの U の欲しくなくて、でも U の当たっちゃっても捨てないでください。頑張ってるんで頑張って書いてるんで。 U さ、なんか図工とかのセンスが本当にかけらもなくて、だからそのメッセージカードの可愛さとかもしかしたらないかもしれないけど、ぜひ受け取ってもらえたら嬉しいです。カムヒラメンバーのは誰のでも当たり、嬉しい、めっちゃ。それはもうみんなに伝えてください、カムヒラみんなに。当たったらカホにします。お、2日間お疲れ様でした。あ、2日間トーク会ありがとうございました。今日はしーちゃんとにしぴが最後のトーク会で、そう最後までこう待ってなかったから、にしぴには本当に何日も会ってないんですけど、とりあえずあのプレゼント渡したいなと思ってしーちゃんには直接渡したんですけど、にしぴに直接渡せなかったので、渡しといてほしいですってお願いしたんですけど、届いたかな、どうだろう、届いてたらいいけど。大事に飾ります。え、嬉しい、ぜひ受け取ってほしいな。そうなんかさ、でもさやっぱりさ、まあ同期とはいえお姉さんだから、そのゆうこの年齢の私がね、こうそのしーちゃんたちの年齢の大人に何を渡すかってめちゃめちゃ正直迷って、本当に大学生の代だから何が使えるんだろうとか、何がなんか邪魔にならないのかなとかめちゃめちゃ考えて結局決めれたのでよかったです。で、振ってでもやっぱりね、にしーちゃんっていうのがあるじゃないですか、まあ、しーちゃんとにしぴは同じ日に
事務員に入って同じ日に卒業発表をしてみたいな、なんかもう一緒にさ過ごしてきたじゃないですか、あの二人はもう特に。だから同じものの色違いをあげましたそこまで一緒にしなくてもって思うかもしれないけど、同じのの色違い、なんかその2人に合う感じのやつをちょっと広げてみて、あ、使ってそうやなって思う方を買いました。そう、色違いあげた。でもさ、ニシピにさ渡せたかさ渡せてないかさ正直わかんないんだよね。届いたか、渡してくれ、今もう渡してくれてたのか、まだ渡してないのかわかんないんですけど。素晴らしい、ありがとうございます。だからで、そのついでにユウもあの一緒のものは買わなかったんですけど、欲しかったものを買いまして、なんかね本当はねレブリーとその計画してたのはご飯に行きたいねって話をしてたんだけど、なんかなかなかね時間も合わないし、この時期だから行けないしっていうので、ちょっと近い、なんか近いうちには行けないかもしれないなと思ってプレゼントにしちゃったんですよ、結局ユウは。これパンいっぱいなんだね、パン。フルーツサンド、フルーツサンドさ、なんか差し入れでさフルーツサンドをもらったことがあるんですよ。ユウさあんまり生クリームがさ得意じゃないからさ、どうなんだろうって思ってたの。フルーツサンド食べたことなかったから、でもめっちゃ美味しかった。メロンパン好き。でもさメロンパンってさ緑の方とさ黄色っていうかちょっと薄めの肌色みたいな色の方あるじゃないですか、どっち好きですか？ユウはあの緑じゃない方が好きなんですよ、肌色っぽい色の方が好きなの。黄色っぽいが好き？カスタード好きだよ。普通、やっぱりみんなそうだよね。ユウも普通の方が好き。緑のはあんま見ない。本当に？あ、レインボースター。チップ、あーチョコチップね、なるほどなるほど。みんなメロンパンにも DD なの？ DD、 レーズン苦手なんだよねユウ。レーズンパンとかさ学校でさ給食で出てた時にめっちゃ苦手だった。メロンパンもどれでも大好き、誰でも大好きじゃなくてどれでも大好き。まあいいよね、食べ物の好き嫌いしないことはすごいいいことだと思います。ユウはレーズンパン苦手なんで、てか言うなんか左腕がめっちゃ痛いんだけど、なんだろう、筋肉痛みたいな、左腕の筋肉痛。携帯の使いすぎ？でも携帯って右手で触るよな、なんだろう。
ファーストミニアルバム紙フレ、これはね今日実は一足お先にトーク会前に聞いてたんですよ。ゆうやっぱりねいい、とってもいいです、超いい。非公式にも出てきてびっくりした。ああいう非公式、なんかこの間の非公式、前回の非公式出ました、出てたらしいです。そうなの、なんかさあの時さまださ完全に準備できてなくて、顔も作ってなくて、前髪もさめっちゃボサボサのままいったからめっちゃ気になったけど、まあ OK って思って撮影に挑んだんですけど、あれ例えば目元撮るみたいな時、なんか10秒間なんか真顔で前見てくださいって言われて、こうやってでもゆうさずっとこうやって目開けてるとすぐ涙出てくるんですよ。だからさめっちゃきつかった。やべえ、可愛すぎて好きです、嬉しい。ハート。そう、まばたきでもめっちゃもうね右目から涙がねずっと止まんなかったの。確かに目が赤かったかも。そうそうなんですよ。こんばんは。まばたきの回数多めってことね。え、ゆうさんめっちゃまばたきの回数なんか多いんだよね。本当に多分気づかないうちにめちゃめちゃこうやってパチパチしてんの。ちょっとこれ気をつけないといけないと思うんですけど、まばたき多いね。あとすぐ充血するんですよね。本当に例えば目を越えてパッて開いて涙出てくるくらいまで目が来てたらすぐ充血してくる。こんばんは。こんばんは。ドライアイ、ドライアイなのかな。でも確かにすぐ乾燥するから目薬はパチパチずっとさしてたいタイプですね。なんか最近さ昼寝ばっかしちゃうんですよ。こうやって書いてて、書いてる途中であ寝るかもしれんって思って書いてて、で案の定寝ちゃう。かといって夜寝れなくなるわけでもなく夜もちゃんと寝る。一生寝れるんだよね。ゆう寝るの大好き。朝早いから、そう朝さ、なんていうの、あのトーク会のさそのスタート時間的にはそんなにバカ早いってわけじゃないけど、それまでにあの起きてるじゃん、で準備とかもしていくからってなると普通に早起きっていう時間なのよ。筆ペンで書いてるやつが当たったらぜひユに伝えてください。当たったよって。そんなさ多めに書いてる感じじゃないはずだから、本当に少ししかないと思うんだよね。まあこれからね増えていくかもしれないんですけど、
毛伸びすぎてもう本当に髪の毛切りたいんですよね。でもここまで長いのもさ、やっぱりさ今まで伸ばしてきたこのユウの頑張りがあるわけで、だからなんか公園とか出た時にすごい楽しみたいなと思ったわけ、髪の毛をね。髪の毛を楽しむってなんかちょっと日本語おかしいんだけど、だこの間だからちょっとポニーテールをしてみたりだとか、なんか普段あんまりやらないような髪型をね挑戦したんですよ。だからあとなんかもうツインテールかなんかやって、もうちょいなんかやったら切ろうかなとか思ったり思わなかったりしております。なんか一生ツインテールしてない気がするんだよね。ゆなんかさ、めっちゃ前にここでやったの覚えてます？ゆこの辺でやったの懐かしい。でもさこの辺でさツインしててさ、ナイス公演だとさダンスメドレーとかあるわけじゃないですか。このツインでさダンスメドレー優が踊ってたらさ完全にさなんかおかしくない？似合う人は似合うけどさ、優は普段やんないからさ。髪触るのめっちゃ癖なんだよね。本当にさ髪の毛 どんだけ触るのってぐらいさ気づいたら触ってるんですよ。マジ気をつけますね。マジでごめんなさい。マジ気になる人いると思う、それ見てて。ユウもめっちゃ気になるの、自分で後から見るとめっちゃ触ってるやんって。だけど癖だからしゃあねえ、しゃあねえっす。ツインテールしてゴムないんだよな今。あ、1個だけある、1個しかない。みんな触ってる？うん、よかった。前髪よく直してみました。そう、今ちょっと絶妙の長さなんですよね。でもこれを今ここから直すのか、直すのかね、切るのか切らないのか今迷ってる最中なんですよね。なんかさ、ゆうさ、ツインテールするにしてもさ、高いツインテールじゃなくてさ、普通にさ三つ編みとかのツインテールならさ別にいいなって思ったりするんですよ、個人的にはね。なんかあんまり嫌な感じはしないけど、こういうツインテールはこの位置だったらユウはいいんですよ。ただこの間やった時ね、ちょっと本当にすごいんよユウ。もう髪の毛今巻いてるからさ、しかもユウ髪の毛の量が多いからこんなついてる合わなせ、え、やばくない？無理や。だからまあ、色白ですね。嬉しい。いう今年の夏の目標は焼けないことっていうのを決めて、で昨日傘を買ったんですよ。日傘。そう。めっちゃ可愛いのその日傘。え、ちょっと見せたい。でもあそこに置いてあるんだよね。ちょっと取りに行っていいですか？3秒ぐらい取れるんですけど、でもちょっと動くのがあれなんで、まあいいか。めっちゃ可愛いよ。何色の日傘買ったの？白と茶色っぽい感じの。めっちゃ可愛いよ。じゃあ取りに行っちゃう。ちなみに正直まだ開けてないので何とも言えない。
まだ開けてないから保護されてます。めっちゃ可愛いんだよね、本当に可愛い。ちょっとまだタグも切ってないからあれだけど、じゃん、これ可愛くない？99.99% 以上日傘、日差しカットしてくれる。しかもこれ傘開けやすかったから、めっちゃ可愛いでしょ。寝る変形？でも刺してみるとそんなこともない、普通に可愛い日傘って感じで、多少の雨なら大丈夫っていう、兼用の晴雨兼用みたいな。なんか今まで日傘真っ黒なやつ使ってたんですけど、可愛い傘を買いました。でちなみにしーちゃんとニシピにも傘を買ったんですよ。お揃いの色が違うやつね。なんかこういうさ、折りたたみ傘みたいな、これは折りたたみじゃなくて普通の日傘だからあれなんですけど、折りたたみにしたんですよ、しーちゃんとニシピは。なんかそんなにずっと使わなくていいし、傘って言ってしまえば消耗品だから、別に使えなくなったらさ、なんか残しとこうともならないじゃん。だから傘にしたんですよ。まあこの時期雨降るし、そうなんかさ、日傘とかさ、折りたたみ傘とかだったらさ、カバンにポンって入れとくだけで別に重くもないし、まあ使えるしっていうのでプレゼントしました。どうかな、どうですか、大学生がさ、なんか使うものでさ、なんかさ、いつもさ誕生日とかだったら化粧品とかあげてたんですけど、それもさ言ってしまえば好みあるじゃん。で服とかはさ、しーちゃんとかおしゃれだから、ゆうなんかはもうわからないのよ、何あげればいいのかとか。ってなるとやっぱり物しかないなっていうのであげました。消耗品がいいよね。そうだよね、ゆうもそう思った。今年は焼けないように頑張ろう。あんまりさ、都会の街にゆうは出かけないんですけど、傘ってさ正直どこに売ってんのって思ったのよ。でちょっとママについてきてもらって、一人ではよくもう行けないから、松坂屋みたいなところには、そういうなんかちゃんとしたところ、一人では家は絶対行けないのよ、陰気すぎて。なんかちょっとそわそわしちゃうから、ママについてきてもらいました。そう、百貨店で傘売ってるっていうのは知ってたから、ママについてきてもらった。桜
会地下にあるよ。いや栄行かないのよね。都会、都会っていうかさ、若いさ、まあ、JK が多くて、まあ、ユウも JK なんだけど、劇場ぐらいしか行かない。栄レシピ、ユウの化粧品使ってくれてたんだ、嬉しい、嬉しい。どこに行くの？どこにも行かないね、ユウは。基本的に家にいますね。学校終わって帰ったら、まあ、もちろん即帰宅、仕事終わって早めに終わって即帰宅、そういう生活なのです。あでもユウも結構なんか割と買い物に行くときは一人で行くことが多いんですけど、まあ一応ね。でもそういう時はもうこそこそ行きます。なんか人とすれ違ってるのにユウは見えないような感じ、もう超サッ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 みたいな感じで行くんですよ。だから本屋さんとか、そうそう本屋さんとかめっちゃ行くし、ずっと入れる。気配ないですねユウ。メンバーとお出かけしない？しーちゃんしか行かないから、行くとしてもしーちゃんと映画見に行くとかぐらい。でもしーちゃんともう見る映画の約束3本ぐらいしてるので、行きたいと思います。絶を使いこなしてるね。そう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 、そうなのよ。ヒロの弾丸見てきました。あ、ユウも見ました。楽しかったっていうか面白かったし、知ってるとこいっぱい出てきたっていうのはあるからめっちゃ面白かったんだけど、やっぱりさ規模がさでかくておーおーおおってなった。あったあったら、そうユウが今最近ハマってるアニメは、あのね、ずっと最近アニメでおすすめするってなったらずっとワールドトリガーって言ってるんですけど、マジで見てほしい。ワールドトリガーマジで面白い、本当に面白いから。だから今言うメッセージカード書きながらラジオ流したりしてるんですよ。オールナイトニッポンとか流したりして、聞きながら頑張ってたり、普通に音楽流しながら書いてたりするんですけど、普通にアニメ流してたいなって思ったりする。誰が好きかな、ユウね、ヒュースが好きなんですよ。ワールドトリガー見てみようかな。ぜひユウもね、初めはね弟に勧められて、なんか最初の頃これ面白いなとか言ってたのに、一番ハマった。結局ユウが一番ハマってた最終的に。今何分ぐらいやってますか？もう1時間やった？
それがアニメ漫画、ユウは両方見てます。漫画で結構進んでて、なんかアニメでめっちゃユウが好きなキャラクターがいる出てくるんですけど、2期ぐらいでようやくちゃんと出てくるようになるんですけど、いいとこでなんかもうこれから活躍するやんみたいなところで止まったんですよ。で漫画だとある程度進んでて、そっからあ40分、紙フェ好き、40分、勧められたフルーツバスケット2期まだ見れてないです。今ファイナルやってるんですけど、やばいやばい。今日も朝準備しながら新しく出てたやつを見てたんですよ。やっぱねいいわ、めっちゃいい、もうかわいいし、とりあえずかっけってなる。そう、画質が、画質じゃない、なんかさ絵がさすごいさ綺麗になって、一期二期とファイナル今やってると思うんですけど、えもうねなんかもううまく説明できないんですけど、まあアニメだからさやっぱりはい成立はい終わりっていう感じにはいかないじゃん、やっぱそういうアニメって。だからなんかもううずうずむずむず、それがずっと続いて、あーって言って今うわーのそこ、今叫んでるとこです。つらいつらいわ。テンスラも最近ハマってる。あー弟に勧められたわ。それはちょっと今現在ちょっと無視してます。今忙しいから。ユウはなんだっけ、ユウなんだっけ、サル、サルですね、サル。ヒュースが好きなのよ。カチカケ。今は何が好きかな。あれ。東京リベンジャーズ。今。まだ5話、6話か、6話見てないですけど、もう最近アニメ見れてなさすぎて辛いけど、割と順調なんですよね。ドラマも最近マジ見てないんですけど、みんなハマってるよね、みんなハマってるよね。どんな感じなんだろうと思ってちょっと軽く見てみたんですけど、マジいいよね。なんかマイキーかっこいいなと思ってたんだけど、結局ドラケンかっこよにたどり着くんですよ今んとこ。言うわちょっとわかんない、今まだそこまでしか見てないからわかんないんですけど、タイムリープ系ヤンキーアニメって感じ。そんな感じ、そんな感じ。
好き、ありがとう。マジでアニメっていいよなって日に日に感じております。アニメいいよね。なんかいろんなアニメ掛け持ちしすぎてちょっと大変っていうのがある。今呪術廻戦とかもさ、もうあるとこまでは見たんですけど、なんかそのアニメに対してさ推しができすぎちゃうっていうのが、嫌いになることないじゃんアニメのキャラクターって。だからさ増えるだけなんですよね。ナルトだったら、まあ、ネジがずっと好きだったんだけど、なんかチオバーのところ見てたらサソリ好きになっちゃってとか、あとシカマルとタユヤの戦いが好きすぎて両方好きになっちゃったりとか、ハンターハンターはまあキラーが好き、あと誰が好きかな、ハンターハンターだったら誰が好きなんだろう。でもヒソカ好きだし、うん、誰がいいかな。もうアニメのキャラ好きすぎてつらい。クロロも好き。でも序談結構みんな好きなんだよね。ユサルナークとかもフェイタも好き、マチも好きだよ。なれるとしたらどのキャラになりたい？え、どのアニメで、どのアニメでだったら、なれるとしたらなりたいキャラ、うーん、全部まとめて、むず、誰だろうな。みんななりたいけどね。一番最初に好きになったアニメは何？ナルト。ナルトを見ていいじゃんってなってちっちゃい時なんだけど、で、弟が部屋でハンターハンター見てるのを、まあ、軽く何度かチラ見したことがあって、そっから1話から見たいってなって見出したっていうのが始まりかな。ヒロアカとかも見やすいんじゃないかなって思います。映画も見たりして、なんかさワンピース結構さアニメでさ止まっちゃってたんですよ。けど映画は見た。まあでハンターハンターからの幽遊白書、幽遊白書は何だろう、何の流れだろう。なんかハンターハンター好きになってから、なんかこういうキャラアニメないのみたいないっぱい聞いてたら、あ、じゃあ同じ人が書いてる幽白見たらみたいな見ました。
画で読んでるのはね、なんだろう、テラフォーマーズは漫画だね。あとワンパンマンも漫画だね。あとなんだろう、漫画で読んじゃったの、なんだろう、クロサギ漫画読んだかも。ヒロアカも漫画かも。キングダムも漫画で読もうと思ったんだけど、アニメにしようって思ってる。途中まで漫画で読んでた。地味にね、めちゃめちゃ見てるんですよ。今は週末のワルキューレを読んでます、漫画で。なんかあのアニメも始まるっぽいからあれなんですけど、なので皆さんも、まあ、ドラマ、ユーも大好きなのでドラマの話だったりアニメの話だったり、まあ、全然関係ない話でもそうなんですけど、またお話しましょう。ということで、まだあとお家にあるのが、まだ何十枚かあって、事務所に置いてあるのも何十枚かあるので、あれ綺麗に綺麗に、おもろい。ドラゴンボール手出したことないな。1時間やったかな。1時間ぐらいだいたいやれたら、神フレの告知なってるかな。全然違う話したけどこのテロップ見てくれたら、ファーストミニアルバム神フレよろしくお願いいたします。ユーもね買ったんですよ、通常版と、何にもイベント参加券がついてないロッピー HMV 版買いました。渋谷のと通常版を注文しました。嬉しい、ありがとうございます。なんかこっちの目の調子が悪い、なんか二重泡が。私が参加しちゃえばよかったのに。確かにトゥルースはどんな感じでしょう。トゥルースは一言で言うなら、始まりに注目、始まりを注目してもらえばいいなって思います。ということで、あのぜひ私のこちらの方にあるカミングフレーバーと書かれたバナーみたいな、バナーですよね、バナーですか、わかんないんですけど、まあそちらの方をタップしていただいたらカミフレのサイトみたいなところにポンって飛べると思うので、ぜひまだゲットしないよ、予約しないよって方はいろいろホームページを見ていただけると嬉しいです。ではピョンってなってる。今日ツイートしたらみんな見てね、ツイートするかもしれない、今日写真撮ったから。珍しく、
いね、リツイート、コメントの方よろしくお願いします。まあツイートするかわかんないけど、バイバイ。じゃあまあ次会えるのは紙編お渡し会でお話できるのかな、わかんないけど、バイバーイ。